行政広報番組をご覧の皆さん、こんにちは。今月のマイタウン新居浜はご覧の項目をお伝えしていきます。はじめはこちらの項目です。こんにちは。新居浜市地域包括支援センター保健師の野村です。管理栄養士の渡辺です。作業療法士の野口です。新型コロナウイルス感染症予防のために家で過ごす時間が長かった影響で生活リズムが崩れて食欲が落ちてしまった人はいませんか？栄養が不足すると体力が低下したり抵抗力が落ちてしまったりしますよね。抵抗力が落ちてしまうと感染症にもかかりやすくなってしまいます。感染症に負けない健康な体づくりのためにはバランスの取れた食事をとることやその食事の入り口となるお口の健康はとても重要です。加えて夏に気をつけたいのが熱中症ですね。そこで今日は熱中症対策や高齢者の方が暑い夏を乗り切るためのバランスの良い食事、お口の機能を保つための口腔体操をご紹介します。まずは熱中症についてです。熱中症は体の熱がうまく逃げず熱が溜まって体温が上がることで起こります。熱中症になった方の年齢別の割合を見てみるとおよそ半数が65歳以上の高齢者の方です。高齢者の方が熱中症にかかりやすい理由は3つあります。1つ目は体内の水分が不足しがちということです。体内の水分量のイラストを見ると成人は体のおよそ 60% が水分ですが高齢者の方は 50% です。高齢者の方は小児や成人よりも体内の水分量が少ない上体の老廃物を出す際にたくさんの尿を必要とするため体内の水分が不足しがちになります。2つ目は暑さに対する体の感覚機能が低下しているということです。喉の渇きや暑さに対する感覚が鈍くなっています。3つ目は暑さに対する体の調節機能が低下しているということです。高齢者の方は汗をかきにくいため体に熱がたまりやすく暑い時には成人よりも体への負担が大きくなります。これらのことから特に高齢者の方は熱中症に注意する必要があります。熱中症対策のポイントは2つ、こまめな水分補給と暑さを避けるです。これは高齢者の方だけでなくどの年代の方にも心がけてほしい基本的な熱中症対策です。まずは1つ目のポイント、こまめな水分補給です。まず1つ目のポイント、こまめな水分補給です。高齢者の方は喉の渇きを感じにくくなっています。脱水を防ぐため喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を取りましょう。水分をいつ取るのかスケジュールを決めて習慣にすると良いでしょう。例えば朝起きて湯飲み1杯、朝、昼、夕の食事の前後に1杯ずつ、そして運動やお風呂の前後、寝る前と朝起きた時にも1杯ずつといった具合です。夜中にトイレになるべく行かないようにと水分を取るのを控える方もいますが、寝ている間にもたくさんの汗をかくため脱水にならないように水分を取りましょう。水分補給の目安として1日に最低 1.2 リットル、湯飲み10杯程度の水分を取る必要があります。外に出て運動するなど汗をかくようなことをするときには 1.2 リットルにプラスして運動の前後や最中にも水分補給しましょう。心臓や腎臓などの病気で水分や塩分が制限されている方もいると思います。また、糖尿病の方は水分や糖分の取り方に注意が必要です。持病のある方は水分摂取の量やタイミングについて主治医と相談してください。水分を取る際は、
飲み物の種類にも注意をしましょう。大量の汗をかいた場合は、スポーツ飲料などの塩分濃度が高い水分摂取が勧められますが、塩分の取りすぎには注意が必要です。運動量が少なく、あまり汗をかかない場合には、塩分を多めに摂る必要はありません。また、コーヒーや紅茶、アルコールは利尿作用があり、体の中の水分がたくさん出てしまうため、注意が必要です。夏は利尿作用の小さい麦茶や水などを積極的に飲むようにしましょう。2つ目の熱中症対策のポイントは、暑さを避けるです。エアコンや扇風機を利用し、部屋の温度を調整しましょう。体が冷えすぎるときには、エアコンの風の向きを水平や上向きに調整して、冷気が直接人に当たらないようにするなど工夫すると快適に使うことができます。また、一般的な家庭用エアコンは空気を循環させるだけで換気を行っていません。新型コロナウイルス感染症予防のためには、冷房時でも窓の開放や換気扇によって換気を行う必要があります。換気により室内温度が高くなりがちなので、エアコンの温度設定を下げるなどの調整をしましょう。その他の暑さを避けるポイントです。暑い時には無理をしないようにしましょう。ウォーキングを例にとると、1時間歩くと決めていても、気温が25度の時と30度の時では体への負担が違います。決めている時間や距離、コースなどがあっても、気温や体調によって調整し、無理をしないように気をつけましょう。服装は風通しのいい涼しい服を選び、外出の際には日傘や帽子を着用して暑さをしのぎましょう。また、屋外ではなるべく日陰を選んで活動し、体調がおかしいと感じたら、すぐに涼しい場所で休憩をとりましょう。天気予報などで気象情報をチェックして、急に暑くなった日などは特に注意をしましょう。今年は新型コロナウイルス感染症予防のために、夏でもマスクを着用する機会があります。マスクを着用していない場合と比べると、体に負担がかかることがあります。気温や湿度の高い中でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなる恐れがあるので、注意が必要です。マスクを着用する場合には、周囲の人と距離を十分に取れる場所で、マスクを一時的に外して休憩しましょう。また、強い負荷の作業や運動は避け、喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を心がけましょう。続いて、注意してほしい熱中症の症状についてです。こちらは熱中症の症状で、下に行くほど重症です。めまいや立ちくらみなど、比較的症状の軽い時のサインを見逃さないことが大切です。ここまでは熱中症の対策についてお伝えしましたが、高齢者の方は気づかないうちに熱中症になってしまうことがあります。熱中症になったことに気づかず、症状が進行すると治療が遅れてしまいます。高齢者の方ご自身がご自分の体調の変化に気をつけるとともに、家族や近所の人など身近な人が普段と様子に変わりがないか注意することが大切です。気温が高く熱中症に注意が必要な日には連絡を取り、体調の変化はないかや水分補給ができているか、エアコンを使っているかなどを確かめたり、熱中症にならないための対策を繰り返し伝えるなど、熱中症にならないように見守りをしましょう。続いて、暑い夏を乗り切るための食事について、管理栄養士の渡辺がお伝えします。はい。夏の暑さで食欲が落ちたり、バテ気味になったりしていませんか？食欲がないからといって、食事を抜いたり、食べる量を極端に減らすのは避けましょう。栄養不足になると、体力が低下したり、抵抗力が落ちてしまいます。夏を健康に過ごすための食生活として、バランスの取れた食事と高齢者の方に積極的に摂ってほしいタンパク質についてお話しします。
暑さによる体力の低下を防ぐには、栄養バランスのとれた食事をすることが第一です。ポイントは3つあります。1つ目のポイント。朝、昼、夕の3食の食事をしっかりととりましょう。朝食は特に朝昼兼用になってしまう方もいるので、意識して食べるように心がけましょう。2つ目のポイント。1日2回以上、主食、主菜、副菜を組み合わせて食べましょう。主食は主にご飯やパン、麺類です。主菜は肉、魚、卵、豆腐などの大豆料理です。副菜は野菜、きのこ、芋、海藻料理です。食物繊維も摂れるため、お腹の調子を整えます。そして3つ目のポイント。いろいろな食品を食べましょう。それぞれの食品に含まれている栄養素は1種類ではありません。多様な食品を組み合わせて食べることで、必要な栄養素をまんべんなく摂取することができます。では、実際に1食のバランスの取り方を見てみましょう。ご飯やパンなどの主食だけや、それに加えて肉、魚、卵、豆腐などの主菜だけになってはいませんか？バランスのいい食事にするためには、主食、主菜に加えて野菜、きのこ、芋、海藻料理といった副菜と、さらに果物や牛乳やヨーグルトなどの乳製品をプラスしましょう。また、朝、昼、夕の食事で揃えるのが難しいときは、間食で補いましょう。タンパク質は血液や筋肉などの体を作る主要な成分です。そのため、タンパク質を食べる量が少なくなると筋肉量が減少します。加齢とともに筋肉量が減少するので、高齢者の方は特にタンパク質を含む食品を積極的に摂ってほしいと思います。タンパク質は主食ではご飯やパン、麺に含まれ、主菜では肉、魚、卵、大豆製品に含まれます。魚や肉では特に赤身の部分に多くのタンパク質を含んでいます。主菜はタンパク質を多く含んでいる食品が多いのでしっかり食べましょう。牛乳や乳製品にもタンパク質が多く含まれます。またカルシウムも豊富なので、牛乳なら1日にコップ1杯を飲みましょう。1日に摂取したいタンパク質の目分量は、両手を広げて肉、魚、卵、豆腐が乗るくらいと覚えてください。続いては、タンパク質を摂るための一工夫をご紹介します。間食はヨーグルトやチーズなど、タンパク質が多いものを選びましょう。缶詰や冷凍食品など、あと一品欲しいなという時に便利なものを常備しましょう。お弁当や外食はおかずの種類が多い定食メニューを選んで、いろんな食品からタンパク質を摂りましょう。今日ご紹介したことを参考に、栄養バランスの取れた食事で夏を健康に過ごしましょう。続いて食事を食べるためにはお口の健康も大切です。作業療法士の野口がお伝えします。はい、食べ物をしっかり噛んで飲み込むためには歯、舌、唇、頬、喉、顎などの働きが良いことが大切です。次のような口腔体操を毎日行っていつまでも健康なお口でいられるようにお口の機能を鍛えましょう。お体の調子に合わせて5回から10回行いましょう。顎の運動です。ゆっくりと口を大きく開けしっかりと閉じます。口を開けるときはあ、閉じるときはんと声を出しながら行いましょう。大きなおにぎりにかぶりつくイメージで行うと自然と口が開きます。頬の運動です。頬を膨らます、すぼめるを交互に行います。頬を膨らませるときは浮く、
すぼめるときはペコのイメージで行うと良いでしょう。口から息が漏れないように気をつけましょう。唇の運動です。唇を突き出す、横に引くを交互に行います。唇を突き出すときにはうーという意識で唇をすぼめます。唇を横に引くときには噛みながらいーという意識で頬や首に張りを感じるまで口角を左右に広げましょう。歯を噛み合わせた状態で行うと唇に力が入りやすくなります。舌の運動です。舌を奥から大きく動かします。口を大きく開けて舌を前に出します。舌先を顎に向けるように意識すると良いでしょう。次に舌を左右の口角につけます。舌先を耳に向けるように意識すると良いでしょう。最後に舌先を上に持ち上げます。舌先を鼻に向けるように意識すると良いでしょう。舌の運動を行うときには顎を動かさないように気をつけましょう。お口の機能を高めるためにはちょっとした生活習慣の心がけも大切です。食べ物の舌触り、歯ごたえを楽しみながらよく噛んで食べましょう。よく噛むことで噛む力、飲み込む力が鍛えられます。また唾液がよく出るようになり消化力が高まります。話すことも唇、舌、頬などのいい運動になります。おしゃべりを楽しみましょう。早口言葉や歌も効果的です。早口言葉は口やその周りの運動機能を高めますし、歌うことは話すこと以上に口の運動になります。パ、タ、カ、ラと繰り返し発音したり、あ、い、う、べと唇や舌、頬を動かすことも良い体操です。お口の機能を維持し高めるためには日々のお手入れも重要です。歯磨きは口腔清掃の基本です。毎食後、歯ブラシや歯間ブラシ、デンタルフロスなどを使って時間をかけて丁寧に磨きましょう。義歯は必ず外して専用の歯ブラシでしっかり磨き、寝るときには水につけるなどして保管しましょう。細菌の繁殖予防には舌の清掃も大切で口臭予防にもなります。また定期的な歯科受診を行いましょう。虫歯や歯周病がなくても義歯の調子を見てもらう、歯石を取ってもらうなどの定期的な検診はお口のお手入れには欠かせません。口腔体操やお口の機能を高める生活習慣の見直し、お口のお手入れで元気な口腔を維持し生き生きとした毎日を送りましょう。いかがでしたか？本日ご紹介した熱中症の対策や高齢者の皆さんが夏を健康に過ごすための体づくりを生活の中に取り入れて暑い夏に負けないようにしていただきたいと思います。介護予防に関するお問い合わせは新居浜市地域包括支援センターまでご連絡ください。地域包括支援センターは皆さんの健康づくりを応援しています。新居浜市行政広報番組をお伝えしました。引き続きインフォ新居浜をご覧ください。